<Ready? S 1> 雑談です消防団ですハラセンということで始まりましたハラセンラジオ陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかをお話しております是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで見ましたですは「はやぶさ消防団の2話目」 これテレ朝で毎週木曜日夜9時からやっておりますドラマなんですがまあ池井戸潤さんの原作ということで本当に面白くなってきてますよもう1話の時点でねこれすげえのが始まったなと思ってたんですが2話目もいよいよねいよいよってこともないですねまだまだこれからどうなっていくのかという感じで面白かったんでどんな内容だったのかあらすじね話していきたいと思います。 亡き父の故郷である山間の集落早草地区で暮らし始めたスランプ気味のミステリー作家三馬太郎中村智也は連日入団したばかりの消防団の練習に駆り出されて疲労困憊。実は消防団が日頃訓練の成果を披露する消防総合大会の開催日が迫っており分団長の宮原育夫橋本淳が ピピリピリしているのだそんな中太郎ははやぶさ地区を襲った連続放火事件の犯人が先日遺体となって見つかった山原広樹だという噂が出回っていることを知る一瞬だが生前の広樹と会話を交わした太郎は彼がそこまで悪い人間だとは思えず困惑しかも根拠のない噂があってた。 という間にに集落に広がったことに違和感を覚えるが…その矢先太郎は消防団のメンバーで役場勤務の森野洋介かっこ梶原善から相談があると声をかけられる約束の時間に居酒屋に出向くと座敷には森野のほか役場の企画会員柳井淳岡本敦と移住してからずっと気になっていた謎の美女 木綾かっこ川口春菜の姿が「相談というのははやぶさの町おこし動画企画にまつわることで柳井は作家である太郎の力を貸してほしいというその企画は映像ディレクターである綾の発案だというのだが綾本人の態度はどこが冷たんで」「そしてついに消防総方大会の本番の日がやってくるが」 点という内容でしたけどもこのあとまあその消防双方大会でねまあ大チョンボというか偉いことになってまあそれが牧歌的といえば牧歌的なんですがまあのどかなところでみんな あのその消防捜査法にすごい力を入れて頑張っているんですがうまくできなくてそれでもまあそこまで頑張ったね何て言うかなこう落ちこぼれ集団が頑張って力を合わせてるんだからまた来年頑張ろうみたいなそういうところも描かれておったんですがそれよりもやっぱりその犯人探しというか噂が出回ってて広木 ね、一ノ瀬渡さんが演じてるあれが放火魔だっていう噂を。 流してる奴がいるというので噂話の噂の出所をたどっていくとみたいなところが描かれておったんですけどあっこ一人ね出てきた坊さんも怪しかったねでしかもその多額のね屋根の修繕費のお布施をいただいてたりとかするのになぜそんな悪い噂が流れているんだとかあとね野菜をもらっていい人ですよっていう 噂もあれば、いやいや、そういうのがもともと悪いやつだったからやっぱりね、みたいなことを流してるやつがいると。で、そんなこんな噂お話を拾い集めてるところに、あれですよ、ソーラーパネルの、ね、営業がやってきて、ルミナスソーラーの営業がやってきて、美馬さんのところの土地にソーラーパネル建てさせてくれないかっつって。でプランは AB とあると土地を買い上げてソーラーパネルを置くのかまあ土地を貸していただいて置くのかみたいな話をしてるこのソーラーパネルの営業の人がねめちゃくちゃ怪しいねルミナスソーラーの営業員真鍋秋光っていうのがこれがもう異常なぐらいに怪しくてこの人が何かしらお金絡みでしょうねっていう感じがしますね本当に連続放火事件 の真犯人はこの辺が臭いなっていう感じもしてきますがいやいやまだまだどうなるのか分からないそしてね何といってもあの川口春奈さんがあのドラマをドラマというかねこの「はやぶさ地区を盛り上げるドラマの企画を考えてるんですよ」つってで話をこうどうにかなりませんかっつったらもうまさにこの「はやぶさ消防団」のドラマのねような 企画をドラマ内ドラマで同じドラマをやるのかみたいな三馬さんがちらっと言ったのはまあ,ある事件が起きてあのそれを謎解いていくみたいなでその謎を解くヒントがはやぶさ地区のそれぞれの観光名所だったりっていうところにヒントが隠されていて紹介になるみたいなのはどうかっていうことで提案してたんですけどもそれいいですねって感じでこのドラマ内ドラマも描かれていくのかどうなのかね楽しみな。 本当に面白い、ね。で、またその連続放火なのか、事件なのか、事故なのか、あの、事件だとしたら犯人は誰なのか、ね、本当に楽しみなドラマ、早ヤ消防団、ぜひ見逃し配信含めてご覧になってください。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。